はい、皆さんこんにちは。貨幣研究室ファイナンシャルプランナーの伊藤です。今回ご紹介するのは明治28年の1円銀貨左丸銀になります。状態こんな感じです。汚れはありますけど比較的光沢もありますので綺麗だとは思います。未洗浄だと思います。若干もしかしたら修復が必要になるかもしれませんが綺麗な状態は保っていると思います。そして竜の図面の方ですね、こちらちょっと付着、まあここを綺麗にする必要があるかもしれませんがこの綺麗な部分にすれば他はそんなに問題ないかなと思っておりまして、比較的竜の図面の方綺麗な状態を保っているように思います。まあ未使用とまではちょっといかないと思いますが、まあ58以上ついてくれたら嬉しいなという状態ではありますね。こちらですね、まあコインショップで購入したものになるんですけど、3枚購入していずれも左丸銀のものでね、おそらく未洗浄じゃないかなと思って3枚購入したものの一つになります。こちらもね NGC の鑑定にちょっとチャレンジして数字がつけば、予想通りぐらいの数字がつけば私としてはいいなと思っております。まあ実際出してみないとわかりません。なので NGC の鑑定を出してみたいと思っております。もちろん、鑑定結果は公表するつもりでおります。ピカピカの未使用のものであればね非常にわかりやすいと思うんですけど、こういった若干未使用に近い部分もありつつの、まあ洗ってないだろうというものを見つけるのもねちょっと最近趣味になっておりますので、またね、見つけて値段がそんな高くなければ、これも2万円ぐらいだったかなで買ってますので、まあそれぐらいであればねどんどん購入してチャレンジをしていきたいというふうに思っております。はい、今回は明治28年の、1円銀貨左丸銀についてご紹介してきました。またね新しいコイン入手しましたら動画にしたいと思っております。ぜひ楽しみにお待ちください。